自律神経系は、末梢神経系の内植物性機能を担う神経系であり、動物性機能を担う体制神経系に対比される。自律神経系は内臓所臓器の機能を調節する遠心性基助と内臓からの情報を中枢神経系に伝える急心性の基助という二つの系からなる。交換神経系と副交換神経系の二つの 神経系で構成されている。また、長官を支配する神経系として、壁内聴神経系と呼ばれる神経系もある。発生学的には脳よりも早い。また、壁内聴神経系は第二の脳とも言われている。随意神経系である体制神経系と対象して、不随意である自律神経系は、循環、呼吸、消化、発汗 体温調節、内分泌機能、生殖機能、及び代謝のような不随意な機能を制御する。自律神経系はホルモンによる調節機構である内分泌系と強調しながら、主々の生理的パラメータを調節し、ホメオスタシスの維持に貢献している。近年では、自律神経系、内分泌系に免疫系を加え、ホメオスタシスの三角形として扱われることもあり、古典的な生理学、 神経学としての自律神経学のみならず、学際領域の一つである神経免疫学、精神神経免疫学における研究もなされている。交換神経と副交換神経の二つの神経系からなり、双方が一つの臓器を支配することも多く、また一つの臓器に及ぼす両者の作用は一般に、傾向的に働く。交換神経系の機能は、 闘争か闘争かと総称されるような身体的活動や侵害刺激、恐怖といった抗議のストレスの多い状況において重要となる。以下に運動時の生体反応を例にして交換神経系の機能を述べる。交換神経系の更新により血管が収縮し心拍数が増加する。この結果血圧が上昇し抹消組織の管流量が増加する。 このような作用の結果消化管、皮膚への血液量が減少するが、一方で骨格筋への血液供給量が増加する。これは骨格筋の運動に伴う局所因子の影響に加えて、筋血管では血管拡張に関与するベータ受容体が豊富なことも一因である。気管支平な目筋は弛緩するがこれは気管計の増加をもたらし結果として、一回換気量の増加つまり、 ガス交換効率を向上させることとなる。一方、代謝系に視点を移す。運動時には骨格筋において多量のエネルギー気質を消費するため血糖維持が重要である。中でも肝臓からのグルコーズ放出は重要である。交換神経は肝臓でのグリコーゲン分解と脂肪組織での脂肪分解を促し血液中に必要なエネルギーを与える。加えて、 交換神経が骨格筋のグルコース取り込みを直接的に促進することも報告されている。交換神経は内分泌器官にも作用し、副人髄質ホルモン分泌、グルカゴン分泌を刺激しやはり抹消組織へのエネルギー供給に促進的に作用する。結果として骨格筋を中心とした組織において豊富な酸素とグルコースが供給される一方で、皮膚や 消化管へは供給が乏しくなる。このように自律神経系は各臓器の機能を統合的に調節することで結果として個体の内部環境を合目的にする。新機能更新、機関誌の拡張、寒繰り抗原分解、脂肪分解等が交換神経系の支配下にある一方で主に安静時に重要となる消化管機能。 排尿機能の更新は副交換神経系のコントロール下にある。心拍数を減少させ、血圧を下げて、皮膚と胃腸への血液を戻し、動向と細気管子を収縮させて、唾液腺分泌を刺激して、全動を加速する。副交換神経系は、代謝においては、同化傾向に働く。交換神経系、および副交換神経系が、個々の臓器。 器官に及ぼす効果については、それぞれの項目を参照されたい。反射とは、ある刺激に対して、ステレオタイプに生じる応答のことである。反射は、刺激を受容する、受容器、受容器の興奮を伝える、急進性神経、情報を統合する、中枢神経、中枢で統合された結果、発せられたシグナルを末梢器官に伝える、遠心性神経、そして応答する、 高科器という以上から構成されている。数多く生体に存在する反射において、自律神経系が関与しているものもあり、内臓内臓反射、体制内臓反射、内臓体制反射がそれである。これらが抗議の自律神経反射であるが、普通、自律神経反射といった場合、等差す。自律神経系が関与する反射は数多く存在するため、 ここでその全てを列挙することは叶わないため、以下に反射のグループとそれに属する反射機構の代表的なものについてのみ記載する。内臓内臓反射とは、急進路と遠進路が共に自律神経繊維によって構成される反射機構であり、多くの内臓機能はこの基準によって自律的に行われている。この反射の代表例は、動脈圧需要器反射である。 警部の動脈系には圧受容器と呼ばれる圧センサーが存在する。この圧受容器は常に動脈圧をモニターし、この情報は急心性自律神経を介して中枢神経に伝えられる。中枢神経はこの情報をもとにして交換神経及び瞑想神経のフローを変化させることによって血圧調節している。圧受容器反射は最も基本的かつ重要な 反射性の循環調節基準であり、内臓内臓反射の一例でもある。体制内臓反射とは、急進路が体制感覚神経、遠進路が自律神経系からそれぞれ構成される反射機構である。この反射の例としては、体性交換神経反射が古くから知られている。これは、皮膚に侵害性刺激を加えると、交換神経系の機能が更新し、 心拍数の増大、血圧の増加等が生じる反射である。他にも、温熱刺激を皮膚に加えると発汗が生じるが、これは、温度刺激が、体制感覚神経を介して、感染支配の交換神経を興奮させた結果、生じるもので、体制内臓反射と言えるだろう。また、古くから、診療法、物理療法として、体表へ主樹の刺激を加えて、身体機能を改善。 これまでに、針刺激が中枢神経系において、内炎性モルヒネであるエインドルフィン、ダイノルフィン等を増やすこと、種々の感覚刺激が自律神経系を介して末梢器官に作用することが、基礎医学及び臨床医学において研究されている。内臓体制反射とは、急進路が急進性自律神経、遠進路が体制運動神経からなる反射機構である。 この群に属するものでは近性防御が有名である。これは腹空臓器、腹膜の障害が急進路を介して腹筋群を収縮させるという現象である。臨床的に多くの消化器疾患で認められ、特に中水炎の理学的所見として有名である。近性防御は蒸気のような生理学的な反射弓に基づく現象である。交換及び副交換神経繊維は 一つの細胞、または、ニューロンだけからなる自発的な運動神経と対称して、神経節前及び、神経節後神経細胞の両方がある。それらは、神経節で解合し、シナプスの科学伝達物質アセチルコリンにより、神経インパルスが神経節で細胞から細胞へ伝達される。アセチルコリンは、最初のニューロンから放出され、二番目のニューロンの、 ニコチン型受容体に結合し、リガンド依存性 NA チャンネルを開き、脱分極を起こしてインパルスを発生。ニューロン末端で2番目の神経伝達物質を放出することによって、情報をシナプス項膜へ伝える。副交換神経系の2番目の伝達物質は同じくアセチルコリンであるが、交換神経系における2番目の伝達物質はノルアドレナリンが担う。 副腎髄質を支配する神経は不自然繊維で終わる。普通、交換神経の不死語繊維からノルアドレナリンが放出されるが、機能的に見ると伝達物質を放出する代わりに、副腎髄質からアドレナリン及びノルアドレナリンが分泌される。つまり、副腎髄質自体が巨大な不死語繊維として働いていることとなる。 神経節全自律神経細胞の細胞体は中枢神経系に位置し、交換神経系の細胞体は脊髄の内の胸髄と腰髄にあるのに対し、副交換神経系の細胞体は脳幹と潜髄に位置している。自律神経系の機能を担う主な神経伝達物質はアセチルコリンとノルアドレナリンである。前述の通り、アセチルコリンは交換神経及び 副交換神経の不自然繊維周末から放出され、ここでの受容体は、ニコチン性アセチルコリン受容体である。自律神経説では他にも、ムスカリン性アセチルコリン受容体、ドーパミン受容体等が存在することが知られており、これらは神経伝達物質というよりはむしろ、神経収縮物質と呼ばれ興奮の伝達に関与していると考えられる。 自律神経節のニコチン受容体をブロックするアンタゴニストとしてはトリメタファン、ヘキサメソーニウムが知られており、今日では使用は減ったものの、最も早くに導入された抗圧薬である。アセチルコリン受容体にはニコチン製のものに加えて、他にムスカリン製受容体があり、これは副交換神経支配下の効果器に存在する。今日では、 ムスカリン受容体は M1M5 受容体というサブタイプが知られ、今後個々の臓器における、これらサブタイプの違いに基づくより良い薬の開発、等が期待されている。ムスカリン受容体の極材として、副交換神経終末以外に、感染支配下の交換神経終末がある。感染は原則として、交感神経の一元的支配を受けているが、一方で、伝達物質は、 アセチルコリン受容体は、ムスカリン性アセチルコリン受容体であるという点で、特徴的である。ムスカリン受容体気候薬は、循環器、消化器薬として知られるアトロピンが有名である。近年、マクルファージの細胞表面に、ニコチン受容体が存在しており、マクルファージの炎症性サイトカイン酸性、放出に抑制的に作用することが、明らかになっている。 このニコチン受容体はその後の解析であるァ7、ニコチン受容体であることが判明し、炎症を伴う、手術の病態、すなわち敗血症や関節リウマチ、海洋性大腸炎などの新たな薬物治療のターゲットとして期待されている。ノルアドレナリンは、交換神経終末から放出され、副腎髄質からアドレナリンと共に分泌される。アセチルコリン同様に、 アドレナリンの受容体にもサブタイプが存在することが知られ、アルファ受容体とベータ受容体に対別される。交換神経が各器官に及ぼす作用のうち、血管収縮はアルファ受容体によって、心拍数増大はベータ受容体によってそれぞれ媒介されている。このような受容体の作用を考慮して、交換神経の作用を選択的に再現もしくは遮断するアルファ。 ベータ作動薬もしくは遮断薬が臨床的にも応用されている。今日では、アルファはさらに、アルファ1、アルファ2、ベータは、ベータ1、ベータ2、ベータ3という回のサブタイプが存在することが知られている。ベータ1アドレナリン受容体は主に心臓に極在し、心拍数増加、心収縮力増加を開始心拍質量を増やす。これを踏まえ、ベータ受容体拮抗薬は、 新機能を抑制する目的で高血圧の患者に用いられる。逆に、心不全の時には、新機能を補助する目的で、ベータ受容体刺激薬が用いられる。ベータには、多くの平らなめ筋に存在するが、臨床的には、気管資格腸薬として重要である。ベータ3アドレナリン受容体は、最も遅くに報告された受容体であるが、死亡組織、膀胱 消化管等に限局して存在することが知られ、β3 受容体を選択的に刺激する薬が開発されることで、心臓や気管支に作用することなく、脂肪を効率的に減少させることができるのではないかと期待されている。近年のトピックスの一つに、交換神経系の標的器官としての骨が挙げられる。動物モデルでは、交換神経系がベータ2受容体を介して、 骨形成に抑制的に関与していること、β 遮断薬が骨形成に促進的に作用することが内外から報告されている。このメカニズムには、死亡組織から分泌される、レプチンの関与も示唆されており、神経骨連環として注目されている。交換神経の軸作は、いわゆる交換神経幹として、脊柱のそれぞれの側で22の神経節の鎖をなす。 これらからの内臓の神経は、大動脈の正面の不追臓側動脈が分岐する、あたりにある、脊椎前神経節へ続く。交換神経の左右の神経幹は、骨盤の領域で合流し、不追神経節を形成する。自律神経繊維により支配される器官は、心臓、肺、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆脳、及び生殖器を含んでいる。 また、これらの器官は、心室以外は副交換神経系によっても、支配される。結腸の後部までの消化器系の末端は、骨盤神経節を通して、仙骨の副交換神経繊維を通して調節される。それより、前の消化管は、瞑想神経支配を受ける。交換神経系の末梢部は、多数の神経節と、複雑な神経層の存在によって特徴を付けられる。 これらの神経節は遠心性、または神経節全交換神経、すなわち頭蓋、胸腰、及び仙骨の3つのグループによって中枢神経系に接続される。自律神経のこれらの出力は接続が存在しない感覚で分けられる。ジョン・ニューポート・ラングレーはグレーの解剖学で使われている用語や薬理学での用語ともいくらか異なった用語の使い方をした。 以下の表における用語の配置で示されるように、これはかなりの混乱を招いた。また、ワルター・ホルブルックがスケルは、不随神経系という用語を使用した。ここでは、動眼、顔面、絶因神経、および瞑想神経を扱う。これらの神経のうち自律神経のセには、すべて副交換神経である。なお、最後の三つについては、急神性繊維も含む。 ちなみに、これらの副交換神経と拮抗する、交換神経は上径神経節でニューロンを乗り換え、内径動脈に沿って、各機関に分布する。動眼神経、動眼神経の遠心性繊維は、おそらく中脳の皮層に位置している、動眼神経核の前方部の細胞から生じる。これらの不自然繊維は、第三神経とともに眼下へ伸び、毛葉体神経節に入る。 ここで副交換神経の不死後繊維は単毛腰体神経として眼球を貫き運動ニューロンとシナプスを形成して終わる。ここでそれらは毛腰体筋、動向活躍筋を支配している。顔面神経顔面神経の遠心性繊維は顔面神経核の小さな細胞から生じると考えられる。一説によると大気線への神経繊維が生じる特別な核。 上大液核を構成する細胞は、毛腰体に点在していて、顔の核への背内側の細胞からなる。これらの不自然繊維は一部が、古作神経を経由して、絶神経に入りが区下神経節でニューロンを変える。そしてその不死後繊維が、顎下線と舌下線に分布して、唾液の分泌と血管拡張のインパルスを伝導するニューロンの細胞体で終わる。 顔面神経の他の不自然繊維は、大水体神経を経由して、翼口外神経節へ入り、そこで接合繊維とシナプスを形作る。接合繊維は、上顎神経の繊維と共に、鼻、軟口外、扁桃線、口外水、口外、上唇、歯茎、下腺線、及び眼下の線の粘膜へ分布し血管拡張と分泌を、司る。いくつかの急神性繊維が、 顔面神経に接続されているとされ、その細胞体が膝神経節にあるが、ほとんど知られていない。絶因神経絶因神経の急神性繊維は、肺側角、または別の肺側角の近くに位置する、下大規格療法から起こると考えられる。これらの不自然性には、絶因頭神経の鼓膜へだと、そして、怖さ衰退神経を通り抜け、自身経節でニューロンを乗り換える。 接合繊維、血管拡張及び分泌神経は、自快側頭神経を通って、自家性や粘膜と舌状のその線、口の底部、歯茎の下部へ分布している、自律神経の急進性繊維の細胞の源は、主神経の上下の神経節から生まれ、肺側角で終わっている模様である。この神経の末端がどうなっているのかはよく知られていない。瞑想神経の遠進性繊維は、 背側核から起こっていると考えられている。これら節前世には、瞑想神経のある器官、またはその近くに位置する神経節で終わると考えられる。心臓への抑制繊維はおそらく心壁に位置する小さな神経節で終わり、特に心房からの不死後繊維は筋形に分布する、食道、胃、小腸及び大腸の大部分への筋前運動繊維は、節後繊維が、 その平滑筋に分布するアウエルバッハ神経層で終わると考えられている。他の繊維は、気管支柱や胆のと、その排出管の平の目筋へと渡る。なお、瞑想神経は、糸水臓の分泌繊維であるとされる。それはおそらく上に列挙されたものより、他の多くの遠心性繊維を含む。瞑想神経の交換性急神繊維の細胞の源は、経常脈神経節。 または、不死上神経節にあり、おそらく塩髄の配側神経で、または、多くの著者によれば、小田馬角で終わる。末梢性でその繊維は、遠心性繊維のある、様々な器官に分布している模様である。胸、腰髄の交換神経、胸腰系交換繊維は、脊髄の開白柱前側の背外側領域から、起こり、すべての胸髄と上から2から3の、腰髄前のを通る。 これらの不自然繊維は白交通枝へ入り、交換神経幹へ向かい、多くはその神経節で終わり、残りは全脊椎神経節神経層を通りその副神経節で終わる。その不死後繊維は広範囲に分布する。神経幹及び死肢の皮膚の血管収縮繊維は例えば、すべての胸髄と上から2から3の腰髄の不自然、繊維のように脊髄を離れ、交換神経幹の枝。 または、近隣の神経節に直接接続している神経節で終わる。それらの神経節から生じる節後繊維は、開発交通枝その節後繊維が必ず対応する同じ脊髄神経へ戻ってくる必要はない。頭部への血管収縮神経は、胸髄神経から出て、その不自然繊維は上径神経節で終わる。その節後繊維は内径動脈神経と、 その分子を通り抜けて様々な脳髄神経、特に三叉神経の感覚枝へ加わる。深部構造と唾液腺への他の繊維はおそらく動脈に付随する。腹部内臓の不死後血管収縮繊維は多くの不自然繊維が終わる。全脊椎、または腹神経節中で生える。骨盤内臓への血管収縮繊維は下腸間膜神経節から生える。見たところ、 K の機毛繊維及び感染への運動繊維は皮膚の血管収縮繊維と似た分布をしている。血管収縮の中枢は生理学者により顔面神経核の近くと特定された。その細胞からの軸索は胸、上腰部の前柱の背側部にある不自然繊維の細胞体あたりで終了する脊髄の中を下るようである。目の動向三大筋への交換神経は 上部胸神経の前根で脊髄を離れる不自然、交換性繊維から来る。これらの神経は、交換神経幹に白交通枝を抜けて、上下神経節に終わる。上下神経節からの不死後繊維は、内形動脈神経と眼球と瞳孔三大筋へのインパルスを導く、超毛用体神経の道筋への三叉神経の視覚領域を通り抜ける。 それらの不自然繊維の細胞体は、中脳から下る繊維と接続する。上傾神経節からの他の不死後繊維は、分泌神経として、唾液腺、涙腺、そして鼻、口及び、咽頭の粘膜の小さな腺に分布する。胸交換神経は、心臓神経とも呼ばれ、心機能に対して促進性に作用する。すなわち、心拍数を増加させ、心収縮力を増強し、 結果として一回心拍出量を増加させる。それらは、脊髄の胸神経の上から四つかいつの前枝から現れ、第一、胸神経節への白枝で通り抜け、いくらかはそこで終了し、他は、鎖骨下形成への下形神経節を通る模様である。その不死後神経は一部鎖骨下形成を通り、心臓へ向かう。その途中で、 瞑想神経からの交換性繊維と混合して、心臓神経層を形成する。胃・小腸、大部分の大腸の平滑筋形の抑制性繊維は、胸神経下部と腰神経上部の前根から現れる、ようである。これらの繊維は、ホワイトラミと交換神経右毛を通り抜けて、大内臓神経等の内臓神経を伝い、復腔神経層。 上腸肝膜神経層などにある C 前神経節で終わる。そして、腹腔と上腸肝膜神経節からの不死後繊維は、胃、小腸、大部分の大腸に分布する。下行結腸、直腸、内部肛門活躍筋への抑制性繊維は、おそらく下腸肝膜神経節からの不死後繊維である。胸腰部の交換神経は、中枢、腹の2グループに分類されうる。 多数の神経節の存在によって特徴を付けられる。中枢神経節は二つの垂直な列に並び、中線の一方の側の一つは、脊柱の部分的に前面、そして部分的に側面に位置する。各神経節は、神経索により隣接した神経節とつながって、そのように交換神経幹の二つの鎖は形成される。 腹神経節は三つの大きな全脊椎神経層で見られ、胸郭、腹部、骨盤の中にそれぞれ位置する。交換神経幹は頭蓋から微底骨へ伸びる。頭部の末端は、頸動脈管を遡って頭蓋へ入り、内頸動脈で神経層を形作る。微部の末端は収束して、微底骨の前側に位置する一つの不椎神経節で終わる。 それぞれの関心形節は、頸部、胸部、腰部、仙骨に分類され、それらは首を除いて、椎骨と密接に対応する。並びは以下の通りである。首では、神経節は、椎骨の横突起の前に、胸部では、肋骨の頭の前に、腰部では、脊椎体の側面に、仙骨部では、仙骨の前にある。椎から起こる性繊維は、第二、 第3、第4の潜椎神経の前根から脊髄を出る。これら小さな有髄節前繊維は骨盤で、節後繊維が骨盤の内臓に分布する下腹部、または骨盤の神経層へ向かう勃起神経、または骨盤神経に集められる。運動神経は下行結腸直腸肛門、膀胱の平な目筋を通る。 血管拡張神経はこれらの器官と外陰部に分布し、抑制繊維はおそらく外陰部の平滑筋を通る。急進性自律神経はインパルスを骨盤内臓から、第2、第3、第4仙骨神経へと導く。その細胞の源は、脊髄神経説にある。交換神経と脊髄神経は開白及び白交通枝を通して連絡している。開白交通枝は、 交換繊維を脊髄神経へ運び、白交通枝は脊髄繊維を交換神経へ伝える。それぞれの脊髄神経は交換神経幹から開発交通枝を受け取っているが、白交通枝はすべての脊髄神経から出てはいない。白交通枝は第1系から第1腰神経までから分岐する。一方、第2、第3、 第4線水神経から直接骨盤神経層へ向かう増速子がこの部類に入る。白交通枝を通して交換神経に届く繊維は有髄で交換神経節の細胞から起こるこれらはほとんど完全に無髄である。交換神経は遠心性と急心性の繊維から構成される。三つの大きな結節した神経層が胸部、腹部、 骨盤部の脊柱の前に位置していて、それぞれ心臓神経層、太陽神経層、下原神経層と名付けられた。それらは神経と神経層の集合体を構成。それらは交換神経幹と脳脊髄神経から分岐した神経に属する。それらは内臓に分子を伸ばしている。交換神経の神経節細胞は神経管に由来する。それら神経管として、 神経管の側を前へ動き、分節して、脊椎神経節を形成。その腹側の細胞は分離して、大動脈の側へ移動。そこで、いくつかは、グループ化して、交換神経幹の神経節を形成し、残りはさらに移動して、全脊椎及び内臓神経層を形成する。三叉神経の枝が見られる、毛様体、翼郊蓋、耳よび閣下神経節は、 半月神経節となる神経管の部分から移動してきた細胞のグループにより形成される。毛様体神経節の細胞のいくつかは神経管から動眼神経に沿って移動すると言われる。自律神経不全の代表的な症状として害から立位を取ることにより血圧が50から100水銀中ミリメートル加工して失神したり尿が 膀胱まで来ているのに体外に排出することができない、腸管の前動運動が止まって腹部が緊慢したり、直腸肛門異常のため体外に排出することができないなどがある。これらは、膀胱鏡、消化管内死鏡などで異常が見られないため、各臓器下で、機能性と言われる場合がある。自律神経不全の原因疾患として、糖尿病性末梢神経障害、脊髄損傷。 神経難病である多系統萎縮症などがよく知られている。これらは脳神経内科、脳神経外科、整形外科の疾患であり、自律神経不全とともに、運動、感覚の症状が同時に見られることが多いが、自律神経不全が唯一の症状となる場合もある。すなわち、自律神経不全の診断と治療に際しては、核臓器化と、 脳神経内科等との協力が必要と言える。内臓症状の原因として、角臓器科の疾患が十分に除外され、脳神経内科、脳神経外科、整形外科の疾患が十分に除外されたとき、精神科疾患の場合がある。ありがとうございます。